こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、私の持っているカバンをご紹介していきたいと思います。イエイ、結構前にリクエストでいただいておりまして、なかなか撮ることができなかったんですけれども、お待たせいたしました。持ってるカバン全てご紹介するのはちょっと量が多いため難しいので、割と使っているものたちをね、紹介していきたいなと思います。私が毎日のように使っているカバンはこちらでございます。じゃじゃん。これはね、ベン・デイビスのショルダーバッグです。私はね、通勤の時はもう本当にかなりラフな感じなのでちょっとね、おしゃれなバッグとかがね、似合わないので、わざわざこれを購入したんですけれども、でショルダーバッグの割に結構ね、街もあり、高さもあり、結構大きめのものなので、中にね、結構物がわんさかわんさか入ります。すごいこれは結構気に入ってますね。同じくベン・デイビスのリュックでございます。荷物が多い時とか、泊まりに行く時とか、ちょっとリュックが合いそうな服装の時とか、リュックはね、この1個しか持ってないので使ってます。これはね、結構前に一目惚れして購入しました。こんな感じで結構ね、中も入るしね、ここにね、ポケットもついてるから、小物をちょっとよく出すものとかも入れられるし、かなり買ってよかったなぁと思うバッグでございます。軽いしね、特に春はね、花粉症がひどいので、箱ティッシュを持ち歩いたりするときはこのリュックを使います。ポケットティッシュだとね、もう何個持ってても足りなくて、鼻がもうビービーすぎて、だからもう箱ティッシュは今時期はもう必須なのでね、どうしてもね、荷物が多くなってしまいますよね。次はね、こちらのショルダーバッグです。なんかね、スウェード調っていうのかな、こういうスウェード調なってる、これはね、アングリッドのバッグになるんですけど、これもショルダーバッグで、ちょっとね、生地的にこれは秋冬に使っているものですね。中はもう割とシンプルで、こう開けるとポケットと、あと大きいところっていう感じなんですけど、これも割とね、高かったんですよね。あとね、これね、紐がね、太いから肩がね、疲れないんですよ。ここにかけてても、重いもの入れても大丈夫だし、春夏はあんまりちょっとお休みしてもらう感じですかね。あとはね、ちょっとだけおしゃれをしたい時っていうか、ちょっとだけこじゃれたところに行くような時とか、シャネルのチェーンバッグっていうのかな、これチェーンがついたバッグを持ったりもします。綺麗な格好はしないんですけど、カジュアルなバッグにあえてこういうね、シャネルのこういうバッグとかを合わせると割と可愛いかなと思うので、こういうのをね、使ったりもします。ただね、重いんですよ、バッグが。もう重くて、特にこのチェーン部分がね、すんごい重いの。だからね、すごい肩が疲れちゃって、割と最近はちょっとあんまり使ってないかもしれない重い、ほんと重い、これは。あとはね、私がこうプランとお出かけするようで、もう本当に私はトートバッグが大好きなんです。一番トートバッグが大好きで、トートバッグいっぱい持ってるんですけど、中でも使ってるものをね、5個持ってきました。一番使ってるトートバッグがこれですね。こちらはですね、アングリッドのムックボについてたトートバッグなんですけど、この柄がね、すごい気に入ってて、これはね、めちゃめちゃ使ってますね。もうアングリッド私大好きでね。あと似たようなタイプでね、こちら最近使ってなかったからシワシワなんですけど、ハワイのマリブシャツっていうお店で買ったトートバッグなんですけど、これがすごい可愛くって、ハワイくすんだカラーのバンダナをつけて、春夏あたりにね、よくこれは使ってました。トートバッグは本当ね、楽、もう楽。あとよく使うのがね、こちらですね。デニムのトートバッグなんですけど、これもアングリッドのものですね。すごいこう柔らかい生地で使いやすい。後ろもこんな感じでね、めっちゃ可愛いんですよ。これトートバッグのくせにね、1万円ぐらいしてね、めっちゃ高かったんですけど荷物が多い時とかにいいですよね、これね。で、実はね、これね、色違いも持ってます。そう、高いんだけど、どっちも可愛すぎて選べなくって、両方買いました。これがもう最後になるんですけど、リーの
デニムのトートバッグなんですけど、さっきのよりも生地がしっかりしてたりとか、サイドがこんな感じでパチンと止められるので、こんな感じのこう形としても使えたりします。これのねすごい可愛いところはね、ここにねネギのマークがあるんですけど、ここにねネギ買ったら入れてもいいよっていう、まあ入れないけどね臭くなっちゃうから、これはねうちのお母さんが買ってくれました。なんだかんだねバッグ今10個紹介しました。でも中でもやっぱりトートバッグが私は一番好き。少しでも参考になれたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。